こんにちは、エイミーです。今日は IKEA で買ってよかったものを厳選してご紹介していきます。まずはこちら、大きな木の箱です。キャスターは同じく IKEA のもので別売りになっています。キャスターの滑りが滑らかで安定性があります。我が家は2リットルの水をこちらに収納しています。11本入りました。水は6本で1ケース売りの場合が多くて、12本入ったらちょうどいいのになって思ったところが少し残念でした。縦置きだとややはみ出てしまうので、横向きに入れたらすっきり収まりました。我が家はキッチンに置いている無印のユニットシェルフの下に入れました。こんなにたくさん重いものを入れても、キャスターの安定性や滑りの滑らかさは変わらないです。続いてこちらのバスケットです。シーグラスの天然の風合いが優しい感じの雰囲気だったので、見える場所に置いていてもなんだかこう心が温まるような安心するデザインなところが好きです。縁を折り込むと高さを変化させることもできます。取っ手付きなので吊るして収納することも可能です。結構万能なバスケットになります。こちらはマグカップ収納用に買ったレールです。シンプルなブラックのデザインがお気に入りです。パイプはかなり重量感があるんですが、その分しっかりとして安定しています。ネジ穴を壁に開けたくないので、我が家はディアウォールの板の上にネジを差し込んで固定しました。これでしばらく使ってますが、一度もブレたりとかずれたりすることはありません。こちらの専用フックも購入したんですが、フックが浅くてマグカップがすぐに落ちてしまったので、今はセリアのストッパー付きフックを使っています。こちらの方が安定しているので、現在はこちらに落ち着いています。こちらはプラスチックの小物ケースです。なんと1個79円です。水性ペンはウェットティッシュでこすればすぐに落ちます。同じく IKEA で購入したベッドトレイにちょうどぴったりはまりました。こちらは IKEA のワゴン用のフェルトマットです。YouTube の撮影機材を衝撃や傷から守るために購入しました。裏には滑り止めがしっかりとついています。こちらは強力なマグネットがついたフックです。4つのフックがついています。圧倒的な磁力の強さが魅力的で、今回ベストバイに選ばせていただきました。なかなかこんなに強い磁力のマグネットは他にないですね。洗濯機の横につけて何ヶ月も使ってるんですけど、一度も落下したことはないですし、動いたこともありません。こちらは頑丈な紙のボックスです。見えるところに置いていてもすごくおしゃれなので購入しました。紙とはいえどもすっごく丈夫で頑丈に作られているので、歪みなどもほとんどありません。別売りのインサートと組み合わせることによって細かいアクセサリーの収納にも向いています。こちらはIKEA のホームページにはゴミ箱として売られているようなんですが、私はバスマットの収納のために買いました。湿気の多い場所でもこれなら通気性がいいので適しているかなと思って買いました。
キャビネットにちょっと隙間ができてしまって、ここにバスマットを収納したいなと思っていました。いろいろ探していたところこちらがぴったりはまりました。洗濯機の隙間にもぴったり収納できました。こちらは大きな全身ミラーですね。クローゼットで使っています。大きさが気に入りました。後ろ側にはフックをかけられるバーもついています。全身ミラーはずっと探していて、 IKEA のものがコスパと大きさちょうど良かったので購入しました。やっぱりお洋服を決めるときにこのぐらい大きいと全体的なコーディネートバランス分かりやすいので、服を選ぶときに困らなくなりました。というわけで今日は IKEA で買ってよかったもの2020年バージョンをお送りしてまいりました。この動画が参考になったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではさようなら。